生き生きしてたわ。ちょっと本当にこの公園ちょっとレベチで体力やばいかも。ちょっと今日本当生きてるか分かんなかった。ちょっとどの公園よりもやっぱりやばいです。今大疲労感、さすがにいいね、明日と明後日と3日連続公演の人はいないでしょうっていうような疲労感。驚いた。ちょっとすやばいわ。あ、先生みんな名前覚えてください。西井美代です、よろしくお願いします。本当に頭3曲目でチェ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 ンってやった時、本当にやめてくださいって思いながら4曲目に向かいました。でも制服の目、曲の制服の目好きなんですよね。なんか SKE にしかない感じ。そうで顔見は赤くなるタイプなのでやばすぎた。ちょっとこんなにハードだとは久しぶりにこの感じ感じました。マジで頭4曲が本当にやばいし、ジェラシーミオ途中からだったからあれだけど、あれ頭曲からずったら死んでるかも。ちょっとやばい。そうミオね、他のチームの声出させていただくときね、生誕祭なんですよね。お祝い嬉しいですけどね、お祝いできるの嬉しいですけど、みんなには生誕じゃない時に出てってみんなに言われる。久しぶりの詩人のソロダンス嬉しかったな。みんなとお話で、でもなんかみんなと写真撮れたと思ったら花ちゃんだけ撮れてなかったです。全く痩せてない、全く痩せないんですけど、これ毎回この声出てたら痩せそう。ハートありがとうございます。研究生に混じっちゃいました今日。なんか初めての感覚。ゆいきちゃんは、ゆいきちゃんが初公演に出る時から一緒だったから、なんかこう初めての感覚でした。なんか二つ木の下の後輩だにゃんみたいな。かけれなの MC 何なのあれだって、わからないわからないよ。かけれなさん、松川美ちゃんのお父さんが押してくれているというのを聞いて、裏でもみゆちゃんが教えてくれたんですけど、嬉しい。え、ツーショットパパさんに見せたらしいなっておもろい。9点でもすぐ見つけられた、だって嬉しい。心配だったんよ、踊れてるかなって。体力が、あ、ラブありがとうございます。
もう踊れてるか心配すぎた。なんか動いてるかな体みたいな。でも楽園はのは靴がとっても苦手なんですよね。あれはあんまり思ってる通りに踊れないのが悩み。まだ初心者ちゃんなので、みよ2回目なんですよ、制服のめこい。初心者ちゃんじゃないですか。で、初心者ちゃんだし、シンポジちゃんじゃん。シンポジもないんだけど、別に2回目だから。シンポジちゃんじゃん。え、万華鏡好きになっちゃった。万華鏡かユニットって思っちゃったけど、なんかみよっぽくないかなと思ってたけど、ミキが万華鏡っぽくない。そう、制服の舞子は2回目だから、全然十二期ちゃんよりもう後輩なの。制服の舞子後輩なの。でも今日下手が多かったね。下手にずっといた気がする。初心者ちゃんなんです。万華鏡好きになった。練習してた。緑の衣装だったし、今日ずっと緑の衣装着てた。万華鏡からもう溝のない、もうダートの衣装も。最初はね、今日第6巻って言われてたんですけど、出演の依頼来た時、第6巻だイエイとか思いながら来たメール見たら、なんかあの変わってて。変わってる。え、歌えてた歌。もう本当にソロ心配すぎて。今日2個ソロあるんですよ。気分は上々と万華鏡、なんか心配すぎてやばいかも。お疲れギフトありがとうございます。今日緑の日だった。ずっと緑だった。そう、前やった時が第6巻だったので。指針のコートめちゃくちゃ重いです。もうあれで体力ちょっと奪われてるみたいなところある。コートであれやばいです、コート。でも今日さつきちゃんも緑のサイリウムなので、緑がいっぱい見れて嬉しかった。緑と白。めっちゃ重いですよ。しかもその上に、その、あの、制服の目の上にジャケットみたいなの着てるやん。まずあれ動きにくいやん。その上に着てるから、ちょっとやばいです。ちょっと本当に頭曲やばい。もう本当にやばくて、万華鏡の手の動き、万華鏡転がってるように見えました。 ありがとうございます。万華鏡いいですね。万華鏡いいなと思いました。初めてですよ、万華鏡も。初披露です。めっちゃ気袋衣装だよね、頭曲。詩人、詩人やばいです。でも今日は十二期ちゃんがメインなので、こう空いてるポジにね、私たちを入らせていただいたんですけど、ガラッと移動して空いてるポジションに入らせていただきました。もうめちゃくちゃ重たい衣装です。ウィーアーとか全然気にならない。めちゃめちゃ重たいです。しかもめっちゃ着込んでるから。そう、コカちゃんがやってたポジションですね。コカちゃんが前のこのポジションに行って、空いてるところに入らせていただきました。
おはちゃんを見て覚えました。でも本当に今日初めてはたくさん話せた。一応ね、合わせというかリハーサルってあったんですけど、まあ、そんなにお話ししてないので。でもユニットの予想当たってる人ほぼほぼいなかった。みんな外れてた。みんな思い出以上、見たらみんな2曲って書いてたし。マジでさ、みやびちゃんのお手紙読むのうますぎてさ、みよなんか国語の授業国語の授業かと思った。現役は違うなと思って。さすがにうますぎじゃない。そう、ルカさんもやってたポジションで。ダート難しいってメンバー多いですが、だってそうなの。でミオはダウトを大人の人に、大監督さんに褒めていただくことが多いです。自分では全然思わないけど。そう、誰も万華鏡って思ってないかなと思いながらユニット予想聞いてみたの。万華鏡が一番少なかったかも。しかもすごいよね、14歳だっけ、さつきちゃん。14歳でミオも生誕祭とかやってたら無言かも無言かもしれないステージで。ほんとになんか初期のミレー見てるみたいで、ずっと。でもなんかダウトは2期とかは表情で見せる系で、ミオはダンスで見せる系だよって言ってた、舞台監督さんそう、だからダンスで表す系だよって舞台監督さんが言ってました。本当に14歳と思えなくて、スピーチもしっかりすぎて、お手紙も読みもないけど、ミオ多分生誕で無言だと思う、真ん中で14歳だったら。すごい、本当大人の人多いよね今の。でも小さい子は本当に赤ちゃん。さつきちゃん赤ちゃん好き。赤ちゃんなのにしっかりしてる感じがする。知らんけど、本当は知らないけど、ミオから見たさつきちは超しっかりしてて大人。マジかきれなとか大子供だから。ね、でもこれからいろんな組み合わせが見れるのかなと。12期ちゃんメインの公演で、空いたポジションに
入ったんですけど、たまたま肘のソロダンスでそう、たまたま3つ空いたポジションをね。入ることになったんですけど。てか、オオカミとプライドとかも歌うますぎてやばい。ゆあちゃん人見知りでしょ。人見知りそう。静かなの。長野が天然水も分かんなかったな今日不思議な言葉いっぱい聞いた。そうだから人見知りなのかなと思って、ミオが見るゆうちゃん静かのとこしか見たことないので、まだでも静かじゃない、つそうじゃん。みかんの剥き方でもやばかったよそうでしょ。でも今日の大きな収穫はジュニキちゃんとお話ししたことかな。かみんな明るいよね、すごく。でも衣装さん曰くアンコールの衣装が似合ってるらしい。みよもアンコールの衣装がお気に入り。でもソロダンスの一人目はあんまやったことなくて、2回目ちゃんでした。なんかね、初めてのポジションだけどすぐ覚えられた。多分暇だったから暇だったから頭が、の中が空っぽで。かわいいアンコールの衣装。でも第6巻もやりたかったです。好きなんですよ。でもソロがあるとやっぱ緊張しちゃうな。やっぱ歌初心者ちゃんなので緊張しちゃうにゃん。髪型はミキがよくやる髪型の大事な時に、ミキがそれしてたからミオもコンサートでよくやるやつにした。
合唱力21だったと思う。あー、ほんと？本当にでもサポート、今日はサポートちゃんですでした。楽しい。なんかちゃんと大事な公演として捉えてるんですけど、ウィーアーとかってなんかあるともう責任をめちゃくちゃ感じちゃうんですよ、自分のことじゃなくて。でこうユニキシャウィーの公演に出させてもらってる感あるので、役割とかもなくて、そのセリフの役割とかもなくて、なんか気軽に楽しんじゃった。そう、ウィーアーとかセリフも多いし、なんかしっかりしないとっていうあれがあるけど、あるんだけど今までと全く違う感覚で出てた。その時間がないもまた違う感じだし、絆もまた違う感じ、全部なんか違う感じ。そう、サポートちゃん役なんだけど、あんま教えるのとかあんまできないから、なんか雰囲気だけでも。楽しかった。でもびっくりした。何度でも言うけど体力にびっくりしすぎちゃって。もうダンスをしててくださいって言われないもんね。言われないから相当気になったことだけ言うか。むしろ教えてほしいもんね、声こうでこうやって揃えましたっていうのがあったら、むしろ教えてほしい。なんかたまにさ、隣とか前で踊ってる先輩を見てさ、刺激もらう瞬間ってあるんですけど、もっとやらないととかって、それになりたくて。理想は。ゆあちゃんのムバメでみおさんに褒められましたって言ってた。だって嬉しい。なんかね、ジェラシーのアリバイのリハの時ってさ、みお途中から入る人だから見てるんだけど、みんなのダンスを、ゆあちゃんよかったですね。ゆえちゃんは身長高い顔だからびっくりしちゃう。めっちゃ身長高い顔じゃない？自分より高く見えるんだけど。今日なんかたまに顔赤いって言われる。そんなことない。でもこれは違うんだよね。いろんな意見があるんですけど、サポートなんですよこれ。ユニキちゃん先にバーって当て込んで空いてるところに入ってるので、ここに当てはめたい人がいなかったっていうことになっちゃうのかな、わかんないけど。
うちらは後なので後入りです。先に十二期ちゃんがバーってポジション入って、うちらは最後なので、最後に入るポジションなので、これそういうことなんですよ。マネージャーさんがしっかりと考えた、その適当に入れたわけじゃないから、マネージャーさんもメンバーも大切にしている公演なのでね。まあまあまあ人によりますけど、それぞれの解釈の仕方ですけど、万華鏡に出会えたのも嬉しい。でも今日時間がなくて、お弁当とかも詰め込むみたいな、もう本当に取って出しの前に急いで食べるみたいな。唐揚げめっちゃ急いで食べた、もぐもぐしてた一人で。いつもはお弁当食べてからメイクするんですけど、そうだから今日シンポジちゃんいっぱいだったんですよ。ユニキちゃんがシンポジちゃんいっぱいで、みんなが動いて空いたところに入りました。今日めちゃめちゃシンポジちゃんな日だったんですよ実は。マジで今日びっくりするぐらい時間なくて、そうユニットとかもシンポジちゃんいたりとかして、本当にサポートの形なので、また出たいですサポートとして。素敵な声なのでね。てかなんかダンスなんだっけ、アイドルやってるの知らなかったんですけど、びっくりしちゃったえみたいな反応しちゃった。なんか皆さんも知ってる方多いと思うんですけどみたいな、あ何かなと思ったら知らない、知らないよ。サポートよりセンター似合うよだって。ミオセンターよりサポートが似合うと思っててなんかミアの時にも舞台監督さんに言われたんですけど、センターの横とかがいいって言ってた。ミオもそう思う、センターあんま似合わない。まあできた時は自分なりに頑張ってみるんですけど、センターあんまり似合わないんですよ。万華鏡とかも今日のポジションが合ってると思ってしまう。12期生ダンス経験者多いねだって。そうなの、知らないんだけど一人も知らないんだけど、有名な話なの。全然知らない、ゼストスクールだった子しか知らない。戦隊ものだとブルーやな、だって黄色がいいな、なんか戦隊もの系の黄色人気じゃない。プリキュア、プリキュアって黄色人気じゃない。
そんなにみんなダンスやってんの？気になっちゃう。誰がやってるのか。興味ある。え、黄色って人気だよ。キュアレモネードとか。緑が結構癖湧くかも。紫とか。紫大人っぽいんだよね。だからちっちゃい子の時はまだ気づけないの、その大人っぽさの良さに。長野組もわかんないんだけど。ああ、こみちゃんとあれね、天然水のこっち。え、ゆあちゃんダンスブラシ初耳。今日初耳ばっかり今日初耳ばっかりなんですけど。歌うまい子は本当に多い。なんかリハの時ずっと歌聞いちゃう。でもバスケの時から後輩の方がよくお話しすることが多い。先輩とはあんま話さなかったです。まあ遊びに行ったりとかはする人いたんですけど、後輩の方がよく喋ります。昔からなんです。南沢ちゃんって溺れた溺れたので。でもお姉ちゃんっぽいことはしないんですけど、喋りやすいよね後輩の方。自分はね。そう、いつもね、南沢ちゃんとレーンが隣なんですよいつも隣なの。でもなんかさ、リハの日、リハというか合わせの日の占いがなんか親しみやすさを持ったら OK みたいな占いだったんだけど、全然親しめなかったみんなとそう、みんなと全然親しめなくて。占いに書いてたのに。え、でもみおはね、呼び方は適当です。特に何も考えてないんだけど。そのリハの日ね、今日じゃなくて一日だけ合わせがあったんですけど、その時の占いがそういう感じだった。今日はいっぱいお話ししました、みんなと。
でもリハはリハなのであんま自由な時間がないというか、踊ってるのでっていうのもあるかも。写真ねもっと載せたかったんですけど、そう載せれなかった。もうさ、写真のさツーショットの3枚目のさつきちゃんが可愛すぎて、なんかもう大癒し、わかる。なんか本当にミキも言ってたんだけど、動物の森に出てきそう。可愛すぎてやばい。なんかもう大癒しって感じ。めっちゃ可愛い。ほんと。わかる。なんかかきれなみたいな人間を久しぶりに見たので、みゆは。もうみんなが普通の距離感に見える。なんか中学の友達、中学にいたなっていう人間を久しぶりに見た。なんか中学の時に周りにいた人たちなんだけど、あの喋る速さ。ほんと中学以来出会ってない、あの感じは。かけらもうご飯いけるって言ってたら死ぬんだけど。マジで自分の中学でめっちゃ見たわ。でもいないのがいいよね、ああいうさ人が今までいなかったのがいいよね。なんか先輩と MC したら良さそう。しかもなんかずっと早すぎて何言ってるかわかんないんだけど。自己紹介からなんかちょっとおかしかったけど、あの MC もなんかずっと一人に喋ってた。え、そう、レアなタイプだからいいよね。もう書き入れながら3人とかいたらもうダメだけど、一人だからいい。しかもなんかこっち適当に喋っても全部ちゃんと返してくれんの。適当に喋っても、もう同期とかは適当に喋ってもあんま返してくれないけど、かけるなら何でも返してくれる。あ、ほんとさんまさんみたいなスピード。え、そう、ちゃんとね、あの1対1で返してくれるんだけど。ずっと一人で喋ってずっと一人で笑っとる。なんか幼少期とか見たいもん。どんな幼少期を過ごしたんかなと。
マジでもなんかあのスピードで仲良くなったというか喋れるようになった人本当初めてなんだけど。徐々に、きょうちゃんとかも仲良くしたいなと思って、徐々にね喋っていくやん。影がバーンみたいなもん。なんかなんだろうね、本当になんて言えばいいんだろうね。だってミキが後輩とすぐ仲良くなるなんてあんまりないやん。とミキでも喋れるぐらいの、なんだろうね、なんかマジックかかってるみたい。何に表してもわかんないんだけど、なんかねわかんないんだよね、不思議な力すぎてわかんないんだけど。なんか本当にツボかも。ユニバとか行ったらやばそうじゃない？なんか一生、なんか一生一生さ、アトラクション中も喋ってきそう。確かに隣にさ、まあ、井田さんとかもいたわけやん。それであれなのもやばい。え、ルカさんとか出た時とかも一緒になってほしいもん、 MC。 そう、ミキちゃんめちゃめちゃ人見知りなので、ミキちゃんもミオちゃんも、マジでなんか芸人さん。でも一人暮らし寂しいって言ってたよ。みんながショールームで寂しくないようにしないとだね。寂しいって言ってた。昼間からユニバの誘い来たらいける、だっていけるけど途中で帰るかも、あの喋りすぎて喉カラカラになって帰っちゃうかも。え、中央逆転生活なの？ミオと一緒じゃん。寂しそうでした。出てた、寂しいみたい。でミオは全くもう一人暮らしした時から割とずっと寂しくなくて、むしろ一人暮らしがいい。あ、え、朝にオールして朝に配信してるってこと？そう、ミオもまさか一人暮らしすると思ってなかったんだけど、高校卒業してまさかの一人暮らしでこんな感じかなって心配だなって思ってたけど、なんか楽だよね、実家暮らしで。ミオリスキー無理かも。あ、まあでもいいよな、家帰ったらご飯あるのとか。
かきれなじゃない呼び方で呼びたいな。なんかね、あだ名じゃないあだ名で呼びたくなっちゃう。きょうちゃんとかさ。で、みお、はらちゃんのこと絶対はらちゃんって呼ばないんだけど、ゆねちゃんって呼ぶんだけど。かきれな以外で呼びたい。アトラクション乗れないんかい。あの感じで乗れないの。そう、なんかね、上の名前より下の名前が好きなの。そう、ゆうねちゃんとかも、はらちゃんよりゆうねちゃんの方が好きなんだよ。下の名前の方が可愛いじゃん。そう、書き入れなも書きって入っちゃってるから、レナさんとか。ユニバの後家泊まろうとしてますけど、まずユニバ行くとは言ってないのよ。行けるって言ったっけ。家の外ならいいよ、泊まっても。ミオちゃん外なら泊まってもいいけど、でも柿の印象強いよね、やっぱり。どこに住んでんのか聞くの忘れちゃった。そう、でも全然連絡先とかさ、だから全然連絡返さないんだけど、まあ、サータンしか持ってなくて、12機種。で、サちゃんが、サちゃん多分送るタイプやん、LINE。多分他の先輩とかに送るタイプやん。で、ミオが、全然 LINE 返さないよって言って、え、じゃあ送らない方がいいですかって言って、本当に意見も来てない。一件も来てない、交換した日から。ちゃんとちゃんとね、でミオ嫌って意味じゃなかったんだけど、多分そう思ったんか、ちゃんとしてしてたもん俺。でも全然ね、え、ちゃちゃ、送らないでっていう意味で言ったんじゃないよ。帰その遅いよっていう注意を先に言っとかないとびっくりしちゃうから、返すの遅いよって本当は言いたかったんだけど、返さないよって言ったの。それから全然 LINE してない、その同期とかとも全然 LINE してない。なんかあの用事があったら LINE するけど、何気ない会話というかさ、中身のない系のない会話はミキとたまにするくらいかな。
そう、本当はね返信が遅いんだっていうこと先に言いたかったんだけど、でもね、返すと返さないの基準が分かんないんだよね。気分教えないでいいよ、言わないでいいからね。うん、きょうちゃん明日誕生日、明日友達の誕生日も明日なんだよね。親友ちゃんの誕生日も明日の、きょうちゃんも明日、なんかね LINE 見ないんだよね。見るんだけど見ないんだよね。あ、次生誕祭か、キムちゃん。ありがとうございます。あ、でも LINE 仕事系も LINE 来るんですけど、グループとか K2 のマネージャーさんとかはピンにして上に出るようにしてます。なんかね、どんどん下に行って忘れちゃうから上にしてる。すごいちゃんと上にしてます。お仕事系は、あと既読スルーしちゃってる時もピンにします。返信するんだよって意味で。既読してなんか今じゃないなと思って返すの後にしちゃうんだけど、そのまま忘れちゃうからその時もピンにして、忘れないよってやってるけど忘れちゃう。でマネージャーさんはね返せる時は早く返しますよ。そう、ピンにすると上に来るんですよ。今日一瞬過ぎてびっくりした。なんかさ、ユニット後から最後までが2秒ぐらいでなんか台風のように終わったんだけど、てかなんかまず公演リハ終わりもバタバタしてもうすぐ公演だったから、ずっとなんか台風みたいな、台風来てたらもう帰りだったもう片付けてた。びっくりしちゃった。特にユニット終わりからやばい、一瞬過ぎて。てかさ、なんか仲間の歌って結構さ、コンサートの最後の曲にやったりするじゃん。だからどうしてもあれで最後だと思っちゃうんだよね。したらなんか水のないプール来るっていう、びっくりしちゃう。仲間の歌いつも最後だから。手紙のことも最後っぽいし、なんかずっと最後っぽいのが後半続いてる。
ダウトのね最初の歌割り3人のみんなが座ってるところ、あそこ憧れだったんですよダウトダウトダウト地味に石津のイメージしかない、むっちゃ頭の中で石津がリピートされてる、再生される。そうだからあの振りはずっと見てたからウィーアーで覚えてた。ダウトダウトダウト、マジ石津思い出しすぎてやばい。ダウトダウトダウト、違う色も着てみたいな。前も緑だった。でもあの青は似合わなそうだからピンクかな王道ピンクちゃんかな。あと一色なんだっけ、ないっけ、黄色とかあった、ないか。緑とあオレンジか、ピンクがいいな。でまた言われちゃった、一緒さんに今日緑多いねって言われて、そうなんですよって言ったら、緑好きだったよねっていう確認確認が、好きですって言ったけど、マジ3連続緑だったから今日。で緑好きな人が珍しいから、そう緑が来るの。で緑色は好きなんだけど、衣装によってはピンクの方が可愛かったり青の方が可愛い衣装もあるから悩ましい。何も言わないけど、衣装さんにも別に何も言わないけど、緑好きだけど緑自体はこの衣装はこの色が可愛いなとか思ったりとかして、この衣装はこの色の方が可愛いなって心の中で思ったりしてます。やばい、レベルアップしすぎね、みんなすぐレベル5に。今月初配信じゃないね、レベル上がりすぎ、まだ続いてる。あ、頭から見てた人がレベル上がってんのかな、これ。そう、今月初めての配信だった。6月もよろしくね。でも今日の仲間の歌はあれ思い出しちゃった、素敵な私たちユニット公演と同じ歌割りで同じ振りだったから、それ思い出してた、それ思い出しながらやってた。シャブル公演じゃんって、シャッフル公演じゃない、ユニット公演じゃんって。ユニット公演の時の歌わりやんと思いながら、
でも制服の目公演やったのむちゃくちゃ前じゃないですか、2年前ぐらいじゃないですか。でめっちゃ覚えてて振り、びっくりした。なんかその前のポジションの振りやっちゃうみたいなぐらいには振り覚えてた。びっくりした自分でも。まあ、エビメロは新しい振りが多かったですけど、今日は緊張しなかった。いつもさちょっと緊張するんだけど、こういう系しなかったです。さらっと何でもできそうなイメージだって。何もできない何もできないです。石井美桜という人間は何もできないです。でもこの緊張しなかったのには理由があって、先輩が後輩がっていうよりかは結構早めに来たんですよ、これ連絡が前もって。でなんか時間ある時にやっちゃおうと思ったら2週間前ぐらいからもう始めちゃって、そうなんかめっちゃ時間取れたの、全然暇だったし。だから時間に余裕があった分緊張しなかった。時間短ければ短いほど緊張するから。謙吾って言われた謙遜か、謙遜。そう、めちゃめちゃ時間あったの。なんかあ、なんかめっちゃ時間あるやんみたいな。で、ZEP のリハが始まると思ってたから先にやったんだけど全然時間あった。そう、心に余裕があったみたい、少し。だからあんまり緊張しなかったです。あんまりというか全く全くしなかった。まあ今年中にまた出たいです。いたしね。マジでさ、何するにもミキと一緒すぎてやばい。最近鉄内緒じゃないこと多いけど、なんかいつもいる。また出れたらいいですね。マジ生誕祭キラーだから生誕の時気をつけて。
いるかもしれない、生誕の時いるかもしれない。あともうちょっとだ、2分ぐらいらしい。今日も公演も配信もありがとうございました。めっちゃすぐ寝れそう。めちゃくちゃお風呂めんどくさいもん。もう風呂めんどくさい、無理。モリンゴちゃん、モリンゴちゃんなんですけど、ね、お風呂嫌すぎる、お風呂嫌すぎる。今日もありがとうございました。明日も幸せになってください。明日月曜日やん、仕事みんな仕事、みんな仕事なんじゃない。